2020年社会保険労務士合格を目指して、えー、社会保険労務士合格講座、えー、本論編の労働基準法の1回目の講義を始めたいと思います。えー、担当はレック専人講師の工藤久俊です。よろしくお願いいたします。では早速、えー、今回から労働基準法から入ってまいりますけれども、えー、この労働基準法の第1回目の講義、どういう講義内容なのかをまず確認をしておきたいと思います。 今回第1回目は第1章の総則から入ってまいります。まずは、労働条件に関する基本原則、平等原則、労働者の人権擁護関係ですね。その他、適用事業。これは労働基準法の適用される範囲を明確にしようということですね。その他、労働基準法の中で使われる重要な用語として、 この法律の履行義務者ですね。使用者。そして、この法律による保護対象者である労働者を明確にしようということですね。そして、労働基準法では何と言っても、この賃金を確実に労働者に受領させようという目標があるわけですね。その確実に受領してもらうための金銭。 これを賃金というわけですが、賃金とはどういうものなのか。また、この賃金を用いて、どうしても金銭的な保障をしないといけないときに用いるのが平均賃金ということになるんですけれども、この平均賃金とはどういうものなのかを見てまいります。えー、引き続き、第2章に入りまして、今回は労働契約のうちの第1節部分、労働契約の締結について見てまいります。さあ、今回から、労働基準法からいよいよ、 本論編スタートということなんですけれども、今回の目標は、労働基準法の立法趣旨ですね。これは具体的には労働者を守る、労働者保護というところにあるわけですが、この労働者保護をするというこの趣旨を踏まえて、法令、労働基準法や、えー、厚生労働省令というような、ね、命令ですね。法令が何を禁止しているのか、これを掴んでいただきたいというふうに思います。 ま、すなわち、え、我々が勉強するのは法律ということになります。えー、ここに感情論を持ち込むことは、もうこれは現金ということですね。かわいそうだからとかね。えー、こうしてあげようとか、そういうことは絶対ダメですね。えー、ですから、労働基準法をまず制するためには何が必要なのかと、え、言うと、感情とかを入れるということではなく、その法に書いてあることに従って、ある意味ドライにね、 これは書いてないからダメなんだろうとかね。これは明確に禁止してるからダメなんだろうとか。えー、いうような部分を明確にね、切り分けていっていただきたいというふうに思います。さて、えー、今回から使用しますテキスト、えー。こちらのパーフェクトシャローシですね、えー。こちらのテキストを使ってまいりますので、準備の方をお願いいたします。 で、このテキストを、え、目、え、めくりまして、目次等がございまして、え、その後ですね、出題一覧等があり、そして、労働基準法の学び方というところがあるかと思います。 また、次のページには、労働法の中における労働基準法について、序論という形で解説文があるかと思うんですけれども、この部分につきましては、後で皆さんじっくり読んでいただくということにいたしまして、具体的にはね、どのようなえ法律なのかという概要をえお話をしていきたいと思います。まず、この労働基準法の おいたち、遠隔というところから話を始めようかと思うんですけれども、労働法の中における労働基準法ということで、この労働基準法というものは、昭和22年、1947年に制定、施行をされた労働者を保護するための法律、労働者保護立法ということなんですね。まああの 昭和20年に日本は敗戦をし、その後、えー、昭和21年に新たに日本国憲法というものが制定をされ、その憲法に基づいていろいろな法律が存在をするということになるわけですが、その憲法ができたのは昭和21年、1946年ですから、その翌年ということになるわけですね、この法律ね。で、労働基準法はその最初、あの、 憲法が作られて、その翌年にすぐ作られているわけですが、いわゆる労働三法といわれる労働基準法、労働組合法、労働関係調整法というものがあるんですけれども、その一つということが言えます。で、この追い立ちと言いますかね。そうですね。追い立ちっていうところを最初に申し上げておきますと、この労働基準法はね、何にもないとこからポツンと出来上がったものとはちょっと違うんですね。この後憲法のお話もしますけれども、労働基準法の前身は、 工場法。いわゆるあの、ものを作ったりとかするね、工場ですね。そういうところに適用されていた工場法というのが前進ということになります。 その工場法というのは明治44年に作られているんですけれども、まさに工場で働かれる方を対象としているんですが、具体的には、そういう工場で働かれている年少者、まあ当時は12歳だとかね、そういったような年齢の方もおられるんですけど、そういったような方や女性の方を保護するための法律という形で、もともとはスタートをしているということなんですね。それが新しい憲法を踏まえて作り変えられたと。 ただね、今現在、えー、施行されているこの労働基準法というものは、その明治44年の時に作られた工場法から、そんなには進化してないんです。実を言うとね。えですから、えー、皆さんも今回勉強するにあたって、あの、報道とかでもね、えー、いろいろ。 取り上げられていたんですが、高度プロフェッショナル制度だとかね。まあ中には、えー、働かせ放題の、えー、悪法である。なんていう評価をされる方ともおられたりとかしたんですけれども、あの、その、工場法っていうのはまさにその工場等でね、えー、日夜働かれる方の劣悪な労働条件をから守ってあげようということでスタートをしているんですが、実は中身がほとんど変わってないと。今考えてみてください。我が国はもちろん工場、 等も、たくさんありますけれども、どちらかというと、オフィスとかでもパソコンに向かってひたすら事務処理を行う。えー、いろいろなもののやりとりにしても、データでやり取りをしたりだとかね、えー、するということで、意外とこう、ものを作ると言っていても、サービス的なものの作り方とかね、新しいこのビジネスモデルを作ったりだとか、いわゆるものを作っていくという、 人たちももちろんおられるけれども、えー、同じようにね、多くの方々がそういう情報産業等で仕事をされているわけなんですね。具体的に何かものを作ってるっていう感覚ではないと。そうすると、この労働基準法というものも、 かなり、もう、ちょっと時代に合わなくなってきているっていう部分もあったりとかするんですね。まあ、そういったようなことからね、昨年、え度プロフェッショナル制度なんていうものができたりとかしたんですけど、まあ、そういった内容も含めてね、今回講義の中で、まあ、今回と言いますか、この労働基準法の講義でも取り上げていくという予定になっております。では、遠隔に戻りますが、昭和22年1947年に制定施行をされたんだと。 で、法体系における位置づけというところで行きますと、こういったところもね、しっかり押さえておいてくださいね。生存権の理念。これは憲法25条1項なんですが、これを背景に作られているんだと。その憲法25条1項というのは、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するということですね。ですから、えー、この 生存権のもとに労働の場面においてもですね、やはりこのような健康で文化的な最低限度の生活が営める労働環境でなければならないということに結びついてきます。この件に関しましてはこの後すぐ学習をいたします。それからもう一つ、勤労条件法定主義に基づくものなんだということです。こちらは憲法27条の2項ということになるんですけれども、賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は、 法律でこれを定めるということになっているんですね。ですからまさに、この賃金や就業時間休息関係については、憲法で細かく記述するのではなく、法律で決めるんだということです。その一つがこの労働基準法であり、まあ、その他にも船員さんたちにおいては船員法、 あの、船員法であったり、えー、公務員の方については国家公務員法であったりだとかね、地方公務員法であったりだとか、それぞれね、複数の、えー、法律によって働いておられる方のね、保護がなされているということです。えー、今回学習する労働基準法は基本的に民間の会社員の方等を中心に、えー、適用されておりまして、えー、プラス一部の公務員の方等にも適用されているというようなね、そういう形になっているということです。 じゃあ、そういった背景を踏まえまして、早速、えー、労働基準法第1回目、早速から入っていきたいと思います。1> 第1節、労働条件に関する基本原則です。えー、本節では、労働者が商品ではなく、心のある、生きている人間であることを踏まえ、 人が会社に雇われて働くときのルールとなる労働条件というものがどうあるべきなのか、どのように決定すべきものなのかを学習をするんだということですね。さあ、これから社会保険労務省を目指す皆さん、心の中にしっかり置いておいていただきたいことがあるんですが、我々が勉強しているものはまさに法律ということになりますし、我々は法律を扱う仕事をするわけですが、決して忘れてはいけないのは、 他の事業の方たちも、まあもちろんあるとは思うんですが、特に我々の場合は、法律以外の労務管理というものもね、えー、仕事として携わっているわけなんですね。労務管理ですね。まあ、これは法律というような、えー ことはもちろん最低限度踏まえないといけないわけですが、じゃあ法律通りやっておけばいいのかってそうではないんだよということですね。よりみんなが納得をして社会規範性に則っ,って、まずそのルールですね。会社の中のルール。いかに楽しくですね。まあ、あの快適に仕事をしていくかっていうのを常に目指していかないといけない。いろんなコミュニティですから。 不平不満も出てきたりとかすると、そこを法律で、えー、こうね、上から目線的にバンと押し付けるっていうようなことがあると、まさにここにあったように、我々がお仕事をしていく対象は労働者、人間なんですね。感情を持っております。ですから法的にはこうだという形で、いかにもそういう形で言ってしまうと、 その組織は崩壊をしてしまうということもね、えー、危惧されるわけですね。ですから、えー、今回第1回目の講義ということで、私からお伝えしたいのは、私自身が常に気,あの気に留めていることなんですが、法律は我々専門家ですから知ってて当たり前なんですが、法律がどうだこうだっていうのを常日頃からね、全、えー、面に出すというような仕事は絶対したくないと思っています。あくまでも法律ってのは最低限度ですからね。それを踏まえながら、 やはりこうあった方がより良い環境になっていくんじゃないのかというところを常に頭に置いとくということがね、必要じゃないでしょうか。どうしてもね、あの、まあ、実もやられる方はそうでもないと思うんですが、このような、えー、受験という資格を取るという形で勉強される方ね、ちょっと法律しちゃうとね、えー、中にはちょっと天狗っぽくなられて、えー、法律がどうだと言われる方おられるんですけど、それでは仕事にはなりません。やはりひと、 心のあるね。生きている人間は生きているんだ。これを常に頭に、えー、置いておいていただきたいというふうに思います。で、まさにここにありますように、これから学習するのは、人が会社に雇われて働くときのルールとなる労働条件というのは一体どういうものなのかということを学習するということなんですが、まずはこの講義の冒頭にあたりまして、この3ページのポイント、2つ目ですね。ここから入っていきます。 この労働基準法は、労働条件のね、最低基準を定めている法律なんですが、その労働条件とは何なのか、これをまず押さえてください。労働条件とは、労働者の職場における一切の待遇を言います。ですから、賃金であったり、労働時間だとか、いろんな要素があるんですが、それはもう単なる一つの要素にしか過ぎないんだと。労働条件というのは、労働者の職場における一切の待遇を言うんですよ、ということなんです。ただしですね、 雇い入れや採用ということに関しましては、労働者として使用者との労働関係が発生する前段階にありますんで、えー、採用にあたって何かトラブルがある。雇い入れにあたってのトラブル。これらはね、労働条件というような、えー、ものには含まれていないんだということですね。これを踏まえておいてください。とにかく職場における一切の待遇を言うんですよということですね。 で、今後ですね、皆さんが学習するにあたって、特に労働一般常識等で重要になるんですが、さりげない言葉、二文字軸語なんか特にそうですけれども、ここを聞き逃さないように、見落とさないようにしておいてください。例えば今申し上げた中にも、待遇という言葉をね、私使いました。この法律の解説文等においてもそうなんですが、待遇の他に、えー、処遇という言葉が使われたりとかするんですね。 特に皆さんが受けられる2020年試験あたりでは、この待遇と処遇の違いっていうのもね、非常に重要なキーワードになるんじゃないかと思います少しずつ慣れていっていただきたいと思います。まずは今回は待遇ということですから、あなたを採用するにあたって、あなたの労働条件、かれこれ、しかじかこういう形で、あなたを採用したいと思いますというような形でね、こう、メニューをお見せしておくと。 こういったのはね、待遇というような状況なんですね。今、簡潔に言ってますよ。そして、その後ですね、その方を雇い入れて、その待遇のもとに働いてもらっていて、半年や一年ぐらい経ってきた頃に、じゃあ、この半年間の、えー、あなたの努力、えー、それから一年間の努力等を評価をして、次のあなたのお給料とかを決めましょう。というのが処遇という形になってきますね。少しずつ深めていきましょう。では、 法一条、労働条件の原則から見ていきます。で、ここで半括弧一と表現されているのを、我々は法一条第一項、あるいは第二項というふうに呼んでおります。第一項、労働条件は、労働者が人たるに値する生活、人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。と第二項、 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならないとするものですね。え、以下、この下に趣旨がありますように、えー、本条1項は日本国憲法25条1項、 先ほど確認しました。健康で文化的な最低限度の生活の保障と趣旨を同じくするものであると。つまり労働者が人間として価値ある生活を営むために必要な最低限の労働条件を保障すべきことを明らかにしたものであると。えですから、 労働者がね、働くにあたって、もうとてもじゃないけれども、まともに睡眠も取れない、家族のコミュニケーションも取れない、とかいうような状況で働いている。これはとても人たるに値する生活にはならないわけですね。近年社会問題になっていた過労自殺だとかね、過労死。えこういったものはまさに人たるに値する生活なんかできていないから起こった、えー、悲しい事件というようなね、ことになるわけですね。えー、従って、 三行目にありますように、このことは、本法各法の解釈にあたり、基本理念として常に考慮さなければならないものであると。また本条二項においては、労働基準法の定める労働条件の基準は、最低のものであるとして、労使当事者が労働基準法に定められた基準を理由として、労働条件を引き下げてはならないことは当然、むしろその向上を図るよう、努めることを義務付けているということですね。えですから、え先ほど、 我々がお相手する方々は、労働者という人間であるということを申し上げましたけれども、常日頃からですね、法律がこうだから、じゃあこうしましょうということではなく、あくまでも法律っていうのは最低だから、確かに法律はこうなっているけれども、皆さんで意見出し合ってより良い、もっと なんとかできることはできないか、もっとより良い方法はないか、これを常に模索をしていくというのがね、えー、本来の考え方ということですね。ここが基準だからここまでいいんじゃないですかというね、えー、そういったことでは顧問契約はなかなかね、えー、できないんじゃないかと思います、はい。では、労働条件の原則、さらに細かく見ていきたいと思うんですけれども、えー、まず、一番の労働条件の原則についてですけれども、え三、ー、行目。これはね、 あくまでも訓示的規定、まあ、スローガンだと思っていただいたら結構です。本条違反に対する、まず罰則の適用はありませんよということですね。えそして、4ページ。2つ目なんですけれども、この基準を理由としてというのが先ほど第2項にありました。この基準を理由としてというのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合を言うと。従って、 社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではないと。これは非常に重要なね、内容ということになります。えー、決してね、労働条件を引き下げたら悪いということを言っているわけじゃないんですね。法律がこうなってるからこれでいいんじゃないですかと、こういうね、安易なことを、えー、否定しているわけなんですね。どうしても企業は、 えー、この世界経済の中で、特に今グローバル化しておりますから、世界を相手にね、世界の状況によって、会社経営等が大きく影響をね、受けるというようなね、えー、ことがあるかと思います。えー、例えば、えー、この今まで仲良くしていた国ね、例えば隣国とかと、ちょっと関係が乱れてくるというようなことになると、えー、いろんな企業等がね、そのことによって影響を受けるかもしれない。そのことによって、今まで通りの労働条件の晩までは、えー 立ち行かないとかね。あるいは昔はこれが当たり前だったんだけど、今の状態ではちょっとこういったことはできないねというようなことで変えざるを得ないだとか、いろんなね、やっぱり環境に合わせる必要性が出てくると思います。ですからそういった社会経済情勢の変動等に決定的な理由があれば、本上には抵職しないんですよということです。えー、そしてこちらに、えー 三角マークを入れているんですけれども、まあ先ほどからちょっとお気づきになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えー、基本的に私はあの事前にこうマーカーをちょっと入れているんですけれども、まあできるだけあの2時間半延長のないようにね、えー、するためにこうしているんですけれども、あのこのマーカーをえー入れないといけないのかっていう質問とよく受けるんですけど、第1回目ね、ここで申し上げておきますんで、あの、もしも、 そういう質問がもし来たとするならば、ここの1回目のここを聞き逃してますよということになってしまうんですけどね。あの、まず結論から言います。マーカーなんか打たなくても結構です。アンダーラインも打たなくて結構です。じゃあなぜ入れてんですかっていうと、やはりね、私からすると、本試験直前期ですね。まあ、7月、8月テキストの読み込みっていうのが非常に重要になってきたり、いろいろな問題演習をするにおいてですね、 ほんのちょっとしたこと、あの、一言ですね。それが正誤判断に左右されるっていうことがあるわけ。でそこで重要なものについては、えー、マーカーを入れたりとかね、アンダーライン、丸を入れたりとかいうのがあるんですねえ。ですから、まあ、最初のうちはちょっと意味はわかんないかもしれないけれども、まあ、私の真似をしておけばだんだんとね、あ、この講師はこういう、えー、癖があるなという形でね、こういったところを重点的にやってるなっていうことで、だいたい私がやってることは見えてくるんじゃないかと思います。 えー、まだ皆さんのお手元には1冊目のテキストしか多分ないんだろうと思うんです。これから、えー、全10冊でしょうかね。その他直前講座等のテキストを入れると相当なボリュームということになります。えー、全く講義をね、ただこう頭、聞いて頭の中に入れていくっていうだけでやってみますと、もうあっという間、一月もするとほとんど忘れてしまうなんていうことが起こってしまいます。じゃあ、もう一回テキストを読もうといった時に何が大事だったのか、どんな講義があったのか。 やっぱりね、こうやって何かマーカーを入れたり。 書き込みをすることによって記憶っていうのはみえりやすくなり、また直前期には、このテキストをフルスペックで全部隅から隅まで読んでいこうなんていうことになると、もうとてもじゃないけど時間間に合わないということになります。本試験間に合わないということになる。そうすると私がこのようにマーカー等を入れているところがね、いかに重要であるかっていうことわかると思う。そうすると大体内容がわかれば、こういうマーカーのところをですね、斜め読みすれば十分中身がね、思い出せるっていうことになるかと思うんで、 ここでは、正直言ってめんどくさいと思うかもしれません。国家試験です。少々のめんどくさいとかね、そういうようなことを考えているうちは合格はできません。このぐらいやって当たり前という感じでね、ぜひ、あの、履行をしていただければと思います。じゃあ、私の場合、基本的に赤と黄色しか使わないんですけれども、まあど、どっちがどっちですかってよく聞かれるんですけれども、まあ、イメージ的に僕は重たいものを赤。 そうでない方、だからそうでないということは軽いとまでは言ってませんけれどね、え見やすくしたりとかするのに黄色ということがありますま。ここでは、この基準を理由としてっていうのが、このテーマ、 ということになりますから赤が入っているんですね。そしてまさに重要なところ、こうやって赤でさらに入れていっているということですね。下の方にちょっと黄色が見えるかと思いますが、このような構成要素なんかは浮かび上がるように私は黄色を使っているというだけです。もうこのあたりはもう皆さんのご自由にやっていただければ結構ですということですね。はい。そしてもう一つ、このチェックマークなんか入っているところは、勉強にはやっぱり順番があるんですね。全部を もうすでに私何箇所か飛ばしております。 もちろんこれ全部見ていくっていうことも重要なんですけれども、まずは順番があるんですね。私が取り上げているところをまずしっかり見ていただいて、そこを内容を押さえていくということです。それができい大体できたら、ちょっと他も目を配らせておこうかという感じね。順番を立ててやっていただいたらいいと思います。前から順番全部見ていくと、まあ正直言ってね、もうこれはいいんじゃないですかっていうことも結構記載されているんですね。 理解する上で重要なものを最優先でやっていただくということですね。えー、ですからそういった意味でチェックマークが入っているということ。それともう一つ、この三角マークは、えー、私の中のルールでは、これ参照マークです。皆さんのお手元にはまだ今後ね、えー、配本されることになると思いますが、労働一般常識で学習する労働契約法という法律があります。その労働契約法9条の不利益変更というものがあるんですね。えー、そちらと関連がありますよという意味です、これ。 そちらとの関連があると。えですから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、労働基準法に定触するものではないんですけれども、労働関係に関しましては何も労働基準法だけではない。その他に、男女雇用機会均等法や労働契約法、 その他の法律にもね、目配りをしないといけないわけですね。そうなってくると、場合によっては、労働契約法9条というところで、不利益に変更してはいけませんよと、まあ、就業規則を変更することによってね、いう項目があるんですね。えー、こちらとも、やはり関連が多少出てくるということで、えー、このようなご紹介をしているということです。なお えー、ここに今メモさえしておいていただければ、労働一般常識を勉強した後に、またこの労働基準法を見るときにですね、ちょっと関連づけて、えー、見てみようかという形でね、利用していただくことができると思います。今日は内容は触れません。はい。では第2条。労働条件の決定。労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約 就業規則及び労働契約を遵守し、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。これが法2条です。この2条の趣旨は、労働者と使用者との現実の力関係の不平等を解決するため、労働条件は労使対等のもとに決定すべきことを明らかにしていると。本来、契約自由の原則ということで、これは民法のね、基本的な考え方なんですけれども、えー、当然、 労働条件等を決定する上においてもですね、あの、こちらにありますように、やはり会社側が雇う側が上なんだとかね、労働者は常にその使用者の下にいないといけないと、そういうことではない。やはり対等の立場で決定すべきであるということを法律でね、明記をしているわけなんですね。 で、労働条件は労使対等のもとに決定すべきことを明らかにしている。そして、労働条件が労使対等のもとに決定された当然の結果として、労使、両当事者が労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に義務を履行すべきことを定めていると。ですから、えー、この法律というのは労働者を保護するために作った法律ということになるわけですけれども、この部分ではね、誠実におののその義務を履行しなければならないということは、労働者もしあ、使用者もそれぞれね、 約束は守っていかないといけませんよということです。例えば、就業規則に、えー、朝9時から仕事ですよというのに遅刻をね、何度もするだとかね、えー、何かをしようと思った場合会社側の許可を取ってくれということになっているので、そういった許可を取らずに勝手な行動をするだとかね、これは義務を履行していないということになるわけですね。えーこの 労働条件というものは、これからね、労働契約というところを第2章で勉強するんですけれども、労働者と使用者のね、お互いに権利と義務を持った総務契約ということになっているわけなんですね。それを前提にね、それぞれ、おののその義務を履行しなければならないということになっています。労働条件の決定です。この職場における一切の待遇をね、具体的に決めるものっていうのは何なのかっていうと、 一つは労働協約というものですえ。ここでは今後の学習の中で、えー、取り上げていきますので、まあ、労働協約といったら労働組合とね、使用者またはその団体との労働条件に関する合意協約であるということで、労働組合との約束ごとという程度で、えー、捉えていただいておればいいかと思います。えですから労働組合の適用、あの労働組合がない会社であったりとかね、適用を受けない 方ですね。この方には労働協約っていうのは存在しないと。で、就業規則。これはもう多くの方々がね、勤める先にあるんじゃないかと思うんですが、労働者の就業上、遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的に事項について、こちらはね、使用者が定めた規則ということになっています。会社側がね、決めたものということです。もちろんこれは法律の範囲内でというようなね、ことになるんですけどね。えー、それから、最後、労働契約ですね。 これがね、皆さんが会社等に勤めているとするならば、えー、必ず結んでいるものなんですね。ここでは、この個々の労働者っていうね、個々のっていうところが重要ですね。労働者が使用者から対価を得て、まあ、具体的には賃金をもらってね、当該、使用者のもとで事故の労働力の処分を委ねることをえ約する契約を労働契約というんだということですね。まあ、ここで事故の労働力、 というね、言葉がありますけれども、労働者というのは、労働力を提供する存在ということになるわけですね。ですから私は、健康にも常に留意して、健康な、ね、体で、使用者さんの支持する仕事を をこなしますよということね。まあ、その辺に対して対価を支払うというのはもう一番基本的な原点ということですね。ですから、労働者のと言われる方は、基本的に自分で仕事を、え、こう、作っていくということではなく、使用者から これやってください。あれやってください。という、その指示に従ってね、動くというのが、えー、基本的な考え方ということですね。えー、これをね、えー、労働力の処分というような言い方をしているわけです。それを委ねるという形ですね。えー、ですから、もう、この考え方っていうのは先ほど言ったようにね、もう昔からこの考え方がずっと繋がってきている。そうすると、やっぱり少し違和感感じたいでしょ今、私の説明でね。 いや、クリエイティブな仕事をする人もいるよねと。もちろんね、使用者から何かクリエイティブなことを考えてくださいと。これが指揮命令なんですよね。で、それに対して、じゃあ考えましょうっていうのはもちろんあるんですけれども、基本的には、ああしてください、こうしてくださいっていうことでこなしていくことをね、言うんだと。 ところが今の世の中で行きますと、もう社員さんにクリエイティブなことを考えてくれというようなことが非常に増えてきたりとかね、してきているわけね。ですから従来の労働基準法にはかなりあの適用が、今現在では難しいような、ね、面が出てきているんだっていう課題があるわけなんですね。はい。では次、6ページ。